検索ボリュームは考えなくていいと過去動画で言っていきますが、やはり今もその考えですかはい、変わらないです。自分が蹴散らしたいサイトに適当にリンクを送りまくったら全部落ちちゃいますよ。今更な質問ですが、クオリティの高い記事は Google のアルゴは理解できるんですよね。<laughs> めちゃくちゃ深い質問だなと思いますけど。検索ボリュームは考えなくていいと過去動画で言っていきますが、やはり今もその考えですかはい、変わらないです。稼ぐためにはやはり気にしていかないといけない項目だと思っていますが、どうでしょうかはい、もちろんその通りだと思いますよ。 なんというかその真意が多分伝わってないんですけど、僕、検索ボリュームを全く無視していいって言ってるわけじゃないんです。でも、なんで検索ボリュームを考えなくていいかっていうと、そもそも論として、検索ボリュームを考えた上で、ブログ全体として読者の役に立つようなものを作るのは素人には難しすぎるよねっていう話なんです。だって、検索ボリュームで絞るっていうことは、結局検索ボリュームがある程度多いキーワードとかを抜き出してくるわけじゃないですか。そういうもので、要は縛りをつけた状態で、ブログ読者、 を引き付けられるような、めちゃくちゃ役に立つものを作らなきゃいけないんですけど、それって難しくないですか初心者は、そんな縛りを何もつけなくたって、そもそもそういうものを作るのが難しいので、何にも縛りがない中で役に立つものを作れない人が、その縛りを持ってた中で役に立つものができると思えないんです。だから、まず、ブログ運営者が読者に対してやらなければいけないことは、もうとにかく役に立つものを作る、満足度の高いブログとか記事を作るっていうことがまず第一なんです。で、それに比べたら、検索ボリュームなんて本当どうでもよくて、検索ボリュームがあろうがなかろうが、結局、 その SEO で上位表示しない限りはゼロなんで、その検索ボリュームを考えるっていうのはもちろん重要なことだし、検索ボリュームがゼロのところで上位表示してもしょうがないんですけど、結局、でも検索ボリュームがどんだけ高かろうが、そこで上位表示できなかったらアクセスゼロなんて意味ないじゃないですか。アクセス来ないんで。で、ね、そのために必要なことは結局クオリティの高い記事書くことなんで、そんな検索ボリュームとか気にしてるより、そのクオリティの高い記事とか、満足度の高いブログを作るっていうところに全部リフルする方がよっぽどうまくいくだろうなと思います。 なんでしょうだから稼ぐためには当然検索ボリュームっていいのは気にした方がいいし僕も気にしますけどただそれを考えるレベルにいないっていう感じです。その検索ボリュームってもちろん意識することは重要だと思うんですけどそんなのを意識するのはちゃんと SEO で上位取れるようになってからの話だと思いますよ。例えば検索ボリュームを意識しないで記事を書いていろんなところで上位を取れるようになりました。そしたらじゃあこういうところは検索ボリュームが多いからこういうところでも上位を取っていけばもっとアクセスも増えて収益も上がるかなってやっていく。 どこでも上位取れてないんだったら検索ボリューム意識したところで、結局上位取れなくてアクセスゼロなんで、同じだと思います。でも、そこを意識してしまうと、結局、その記事の内容とか、ライティングスキルとか、そんなことよりも、あ、自分は検索、キーワード選定が良くないんだ。とか、そういう考えになっちゃうんです。違う違う。単純にクオリティが低いから。読者の悩みを解決できてなかったりとか、読者に価値を提供できてないから、稼げてないだけで、検索、 ボリュームとか、キーワード選定がダメじゃないんだよって。まあ、そっちにとらわれてもいいこと本当ないので。だから本質的に何が大事なのかっていう話です。そのブログで稼ぐためには何をしなきゃいけないのかで検索ボリュームの多いキーワードで記事を書くっていうことがブログで稼ぐためにやらなければいけないのか、それとも読者の役に立つ価値のある記事を書くことをしなければいけないのかってどっちかって言ったら僕は圧倒的にどう考えても後者だと思うんです。だから、検索ボリュームよりも、まずは読者のことを考えて記事を書こうねっていう話です。 なかなか伝わらなくて誤解してる人も多いんじゃないかなと思います。検索数無視してもいいとかあいつ言ってるけど、そんな無茶苦茶だからって言ってるの見たことあるけど、もう全然伝わってない。それは本質が。そんなこと一言も言ってない。検索ボリュームは大事だと思ってる。でもそもそもできないよねっていう話。その前のこともできないのに、今検索ボリュームを気にしてもしょうがない。なんとなくその辺のニュアンスが伝わると嬉しいなと思います。ブログ作成のモチベーションが下がった時は立ち止まって休んだり他の副業に手を出すのはありでしょうか 作成中の特化ブログが一段落し次何しようと悩んでいるところです。はい、別にいいんじゃないでしょうか。モチベーションが下がった時には立ち止まって休んだり、他の副業に手を出すのはありかって言われたらもちろんいいんじゃないかなと思います。いや、そりゃ、そのブログだけに電力支出していける方がいいと思いますよ。その方が絶対にお金稼げる確率は上がるんで。ただ、じゃあそんなに現実的にそれができるかって言われたら難しい。ある種理想論的なところがあるので。だから全然、 しんどくなったら別に立ち止まってもう一回やる気になったら進めばいいし、ブログがしんどいってなったら他の副業をやったらいいんじゃないですか。僕も死ぬほどいろんなことやってきたんで、ブログ以外も。なんでそんなに17年間ブログ続けてこれたんですかって言われることあるんですけど、全然ブログやってない時期もありますからね、途中で。それこそセドリとか、FX とか、まあ海外に入転売とか、なんか本当にいろんなことやってきたんで、大体やってます。<laughs> 副業と言われるものは。で大体失敗してます、僕は。まあそれでもね、今そ、こうやって、 まあブログについてとかブログとかで生活できてるわけなんで。途中でちょっとぐらい別のことやっても関係ないですけどね。記事を書くのとサイトのデザイン整えるのどちらが先ですか記事書くのです。記事を書く方だとしたら何記事くらい書いたらデザインを整えたらいいですかありません。ないです。申し訳ないんですけど。何記事くらい書いたらデザインを整えたらいいですかとかってね、ないです。例えるんだったら、テニスをやってる人がどのぐらい筋トレをしたら県大会出られますかみたいなのと同じですね。いや、ないじゃないですか。そんなの。 人によるし、何記事って、なんかそっちにとらわれるの本当にやめた方がいいです。言ってしまったら1記事でもめちゃめちゃクオリティ高い記事書ける人もいれば、正直1000記事書いたってクオリティ高い記事書けない人もいます。もうそれは本人の能力とか、そういうものによって全然違うので、まあ努力量とかね。だからその記事数とかないです。その10記事だろうと下手な人は下手だし、上手い人は上手い。だからどこまで行ったらデザインを整えるかって、えー、っと集客ができるようになったらですよ。 いつも言うんですけど、その誰も来ないラーメン屋さんで掃除必死にしてたって誰も来ないんですよ。人が来てくれるからそのデザインっていうのは見られるわけで、まあ満足度が上がるとかね、いうことがあるんですけど、でも逆に言えばデザインが汚くて誰も制約しないんだったらデザイン整えたって誰も制約しないですよ。で、ある程度制約するんだったらデザイン整えたらもうちょっとその制約率が上がるかなとかそういうことはあると思うんですけど、ある時記事書くのとデザイン整えるのどっちが好きかって言われたらもう圧倒的に記事書く方です。 というか、まあ、いつも言うんですけど、記事書く以外のことは、本当なるべく何もしない方がいいです。集客につながるのは記事書くことなんで、それ以外のことはとにかく、やらないように気をつけた方がいいです。他のことやればやるほど、結果出にくくなるし、生産性も下がっていくんで、とにかく記事書かないとダメです。ブログのもうメインの作業は記事書くことなんで、自分がブログやってる95%以上の時間は記事書くことに使ってください。それ以上他のことに使ってたら、えっと、優先順位間違えてるんだなって思ってもいいぐらい。 まあだからね、よく言うんですけど、そのトップページにするとか、表示速度を速くするとか、もうほんとそんなんどうでもいいので、とにかく記事書いてください。もういいから書けです。はい、巻きって,てほしいなとは思いますね、その辺は。ブログのジャンルを変えたいと思います。その場合、記事をすべて下書きに戻して新しい記事を書いていくか、ドメイン取り直すかどっちがいいでしょうか。現在、記事は10記事ないぐらいです。まあ、ドメイン取り直すですね、それなら。もう SEO 的にはほぼいいこともないので、ドメイン取り直してください。ASP、まず売るものを決めて記事を書き始めるとメルマが読みました。 正直どう探したらいいか難しいですね。はい。そうですね。<laughs> はい。ぜひ、いろんなものを見て、自分の強みとかを分析しながら見つけてみてください。それはそんな簡単に見つかったら誰も苦労しないので。なんだろうね。言ってることって、何か自分は事業を始めてお金を稼ぎたいけど何の事業をやったらいいかわからない。事業を決めるの難しいよねって言ってるのと同じですね。いや、それは難しいと思います。やったことないし、何もわからないところからなんで。 でもそれ探さないとどうにもならないんで。なんかそれは、そもそも難しいものだって、理解した上で始めること大事だと思いますよ。割とよくあるパターンなんですけど、その商品選定とか、ジャンル選定とか、いろんなこと、すごい難しいですって言う人いるんですけど、いや、そりゃそうなんですよ。<laughs> だってやったことないことなんだから。素人が簡単にできることだったら誰でもできるわけで、みんなそんなにジャンルで悩んだりもしないければ、商品で悩んだりもしないわけじゃないですか。でもだからこそ、それをすることには価値があるし、 考える意味があるので。なので、そもそも論として難しいものだっていうのは、理解した上でやっていくのが重要かなとは思いますね。そんなに簡単に見つかるものではない。ももさん、あるコスメの商標ブログを作ろうと奮闘中です。初めての商標ブログです。中田さんのライティングを見ながら作成していますが、記事数どれくらい必要ですかもう商標によります。その SEO の難易度っていうのが違うので、どのくらいとかってないですね。 まあ、ある程度、SEO、強豪が強いんだったら書かなきゃいけない。まあ、少なくとも30から50記事は書かなきゃいけないだろうなとは思いますけど。まあ、でもそんな程度のもんですね。<noise> アットコスメや雑誌のサイトが上位に来ている場合はなかなか上位表示は難しいでしょうかあの、アットコスメとか雑誌のサイトが上位に来てなくてもそもそも上位表示は難しいですよ。これ本当によく言うんですけど。あの、y m i l でしょうかみたいな質問と似てるんですけど、 この自分がやろうとしてるジャンルは YMIL で SEO での上位表示は難しいでしょうかみたいな質問あるんですけど、いや、難しいです。そもそも YMIL じゃなくたって SEO で上位表示するのは難しいです。だからそれをまず前提に考えておくべきだと思います。というか、初心者が簡単に上がるようなもんなんてないです。だって初心者だから。っていうか、そんな初心者が簡単に上がるようなところ、じゃあベテランがやらないわけないじゃないですか。だってベテランだったらもっともっと簡単に上がるんだから。 そこを放置する意味ないので。だから基本的に初心者でも簡単に上位表示できるようなところないので。そういう強い競合が上にいるってもう普通なんですよね。だって強いところが上に上がってくるんで。まあ言ってしまったら検索結果の1ページ目って全国大会のもう上位なんですよ。まあどんなマイナーのスポーツだって全国大会の上位はそれはめちゃくちゃレベル高いじゃないですか。それはそういう人たちが集まってくるんで。 でも結局そういうところに勝てないとブログで稼ぐってことはできないので、だからそういうところから逃げるっていう発想よりもどうしたらそういうところに勝てるのかっていうのを考えていくことが重要だと思いますね。まあそのいろんな話をね、プレルショク TV ではしてるわけなので、まあそういうのをぜひたくさん見て勉強してもらえればと思います。 中津さんのメデマガを自分でまとめてノートを作ってそれ通りにブログを作っていますと案件を選ぶ上での質問なんですが案件は数個に絞った方がいいでしょうかいろんなものを進めるより響くかなと思うんですが狭めすぎてもいけないのかと思いますいや絞ってください別にあったり広げるなら広げられるんでもう意味わかんなくなっちゃうんでいろんなものを扱おうと思うとその分記事もいっぱい書かなきゃいけないしだから狭める方がいいです EAT を重視する流れは結構しょうもなくて EAT の高い人たちによる価値の低い記事が はびこっているかな気がしますとこの EAT を重視する流れはどのくらいで終わると予測してますかいや、終わんないと思います。もうずっとこの流れは続くと思いますね。もうそうにしかならないんで。結局なんで EAT が重視されているかとか、そういう背景を考えていくといいですよね。結局じゃあ記事だけで、その情報の質を判断できるかってやって、 言ったらやっぱ難しいんですよ。だってその記事の情報が正確かどうかなんて分かんないじゃないですか。特にじゃあ医学関係の話なんて、お医者さんの中でも見解分かれるのに、それを機械的に Google が判断できるかって言ったら絶対判断できないんです。ってなった時にその情報の正確性とかそういうのでは判断できないよねってなったら、じゃあ EAT 以外の他のアルゴリズムで、それをね、判断して並べようと思うと、結局昔みたいなことになるんです。昔みたいなことっていうと、例えばウェルク事件みたいな、そのアルゴリズムをハックして、もうその効率のいい記事を、 の書き方をする。それを例えばすごい外注さんに安い単価でめちゃくちゃなことを書いていても上に上がるとかってなってくるんで。だからそうすると、まあ、今ってもう Google ってインフラみたいになってるじゃないですか。検索がないと生活困るぐらいのレベルになっているんで、そこでそういうことになると、まあ、みんなの生活とか命とか人生にめちゃくちゃ大きく影響するわけです。 それだったら、その個人のよくわからないようなものをあげるっていうのは非常にリスクが高いので、それは Google にとってもだし、僕らにとってもですよ。ユーザー側にとってもリスクが高いから、それだったら個人の匿名のよくわからないところが書いてるようなものよりは、そういう、えっ、ー、と、企業の、まあ、要は EAT がね、信頼性が高いようなところを上げてる方が、ちゃんとしたことが書いてある可能性は高いじゃないですか。だから、この流れ自体は僕は変わらないと思います。まあ、強弱というか、重み付けみたいなのはある程度ね、変わるところはありますけど、 EAT を重視しない流れにはもう絶対ならない。もうそれはしょうがないと思います。例えるんだったら、今テレビってすごい規制が増えてるって言うじゃないですか。いろんなね、やっちゃいけないことっていうのがすごい増えてますと。例えば、うーん、わかんないけど、テレビ番組でそれこそタバコを吸うとか、 なんかそういう、例えばバラエティ番組でもめ昔ほど無茶できなくなってるっていうのがあるわけじゃないですか。それがすごいテレビを面白くなくしてるとかいろんな意見ありますけど、じゃあ今からそのテレビ番組の規制がまたなくなって2 3 0年前みたいな番組ができるようになるかって言われたら僕はならないと思うんです。もう一生この流れにしかならない。一回規制されたものが、それが復活するって、どういう理由で誰がそんなことをするのっていう話で。 だから EAT もまあそれと似てて、まあ難しいだろうなと思います。だからって別に悲観することはないですけど、その今の話って結局 SEO だけの話なんで、じゃあインスタとか SNS もいっぱいあるからそっちをメインでやっていけばいいじゃんっていう話で、YouTube の対談でもインスタとか SNS をメインでやってる人っていうのもいて、まあ今日もさっき対談だったんですけど、その方も、えっとブログとインスタやってるんですけど、まあそれはどっちかっていうとインスタなんですけど、始めて1年で、ちょうど1年らしいんですけど、インスタ。今フォロワー1.5万人いて収益も5万円以上上がってるみたいな。 ことを言ってて。1年ですよ。2021年の7月から。多分今、この配信を聞いている人の中でも、それよりもずっと前からやってるけど、もっと収益出てない人っていると思うんですよ。で、それがダメって言うわけじゃなくて、1年、たった1年前から始めててもそうやって結果が出る人がいるので、結局、やり方次第だし、努力次第だし、まあそういう戦略次第では、今からでも稼げるようになるので。だから、なんかその、今のこの EAT っていう流れがあって、もうそれが個人に対してきついから、 この流れが変わらないかなって思ってるっていうのは、やっぱり無理がある。あの、人さんがボイシーで、日本の政府がどうとかそんなんどうでもよくないみたいなことを言ってたんですけど、まさにそれと同じで、いや、そんなん期待したところで、別に自分がコントロールできるものじゃないじゃないですか。だったらもっともっとコントロールできることをコントロールしていこうよって話で、EAT とかそんなことって、じゃあその流れが変わらないかなと思ったところで変わらないんです。で、変わったら変わったらいいじゃないですか。 EAT のその流れが変わって個人ブログが上がりやすくなったら別にそれはそれでいいわけで、でもそんな変わるかどうかわかんないようなところを考えて、そんなの期待しているより、自分ができることっていろいろあるので、まあそれは SEO で集客しないで、もう SNS の方だけで集客をするようにするとか、まあそれだけじゃないんですけど、できることとできないことがあるので、そのできないことっていうのを考えていたりとか、そこのからあってもしょうがないので、まあできることをね、もっと頑張っていこうよって、そういう話ですね。 最近吹き出しの使い方がよくわからなくなっていますと。自分の思っていることなどを記事にしているのに、セリフでも自分が話してて、セリフの意味って何だろうって思っています。セリフの効果的な使い方ありますかありますよ。僕、それ解説してると思うので、そういうのを見てください。読みやすい記事の書き方とか、その中で吹き出しについても言及してるはずです。まあ、意味のある話を、意味のあることを書こうねっていう話ですね。その前提として、今のこの話って、 全部上から下まで自分が書いた文章を読者が読んでくれるっていう前提の話だと思うんです。でも現実そんなにうまくいかなくて自分自身が何かを読む時だってそんなに一時一句全部上から下まで読まないですよね。なんだったらほとんど読まなくてたまに自分が気になったところを拾って読むぐらいだと思うんです。読者もそのぐらいなんで。っていうことはテキストで普通に書いていてもほとんどの人に読まれないってこと。でもそれを吹き出しにすることで目立つようになってそこは読んでもらえるので、例えばそういうところに重要なこととか読ませたいことを 書いていれば、それは読まれる確率が上がるので、そういう風に使いましょうって感じですね。ざっくり言えば。だから、吹き出しに、ふんふん、なるほどとか書いてる人いますけど、僕は本当に吹き出しの使い方間違えてると思ってて、そんなもん読ませてどうするんそれよりももっともっと伝えなきゃいけないことあるでしょっていうのは思う。まあ、その、使い方は人それぞれなんで、別にそれに手つけることはないですけど、自分はそういう使い方は絶対にないなと思います。はい。まあ、その辺は YouTube で解説をしてるのがあるので、ぜひ見てみてください。 新しく始めたブログ、これでいいのかくらいに何も整えてないです。とりあえず書いていきます。はい。別に全然いいと思います。何も整えてないって言ったってワードプレス使ってるんで、当然そのテーマのデフォルトでは整ってるんで、いや十分ですよ、それで。っていうか、それで人を集められないんだったら、見た目良くしたって人集まってこないので、ブログのタイトルがわかりにくいので変更したいと考えています。まだご記事ですが上位に表示されている記事が2つあります。タイトル変更で影響ありますかはい。影響出る可能性は普通にあると思います。 だからタイトル変更をするメリットとデメリットをどういう風に考えるかですね。てるくそんなことやってたらいつまでにも変更できなくなっちゃうので、もうこの機会に多少下がってもいいから変えるのか、それとも絶対に落としたくない,落としたくないから変えないのかっていう判断はもうしないとダメです。自分で。まあ別に絶対落ちるようなもんでもないんでね。僕は変更しますけど。まあ最近でも全然ガンガン変更してますけど。ゆうさんいきなりブログをやってしまうよりライターとして経験を積んでからブログに挑戦した方がいいかどっちにも挑戦する方がいい。んどっちにも挑戦する方がいいでしょうか まあ、どっちにも挑戦したらいいんじゃないですか。なんか、そんなに都合よくいかないですよ。うまいこといかないです。まあ、ライターやるっていうのは全然お勧めするんですけど、そもそものとして、僕が雇う側だったらですよ。そのブログの勉強として、ライターやろうとしてる人と仕事をしたいとは思わない。申し訳ないですけど。だって、こっちからお金払うわけじゃないですか。ね、それを仕事としてちゃんとやってくれるならいいんですけど、どっちかっていうと、自分のブログにとってプラスになればいいなって思ってやってる人って、 そのやっぱライティングとして向き合うというか、こっちのために仕事をしてるっていうか、結局自分のために文章を書いてるだけなんで。だから仕事としてはしにくいなと思います。いや、いいんですよ、別に。ライティングの勉強にもなるからっていうのは、ちゃんと、それはそれで間違いないし、そういう考えを持ってやってるのを別に否定するわけではないんですけど、でもそもそも大前提としてお金をもらう以上は、仕事としてそれをやるわけなんで、そこはちゃんと理解してほしいなと思います。結構いますけどね。 ブログのために自分は文章苦手だから、まずはライターとして経験を積んでとか。でもお金をもらおうとしてるわけじゃないですか。いや、それおかしくないだってライターとして勉強するのに、こっちがじゃあお金を払って勉強させてあげてって。もうめちゃくちゃ音部に抱っこじゃないですか。だから、ちゃんとこっちが払った以上、期待してるものを返してもらえてるなら別に全然それは問題ないんですけど、その上でその文章の勉強をしたいとか。そういうのはいいんですけど、なんかそもそものこう、仕事の取り組み方として、 なんかあんまり良くない人は多いなとは思いますね。ライティングの勉強をしたいからライターをするみたいな。言ってしまったら、ケーキ全く作れないけど、ケーキの勉強をしたいからケーキ職人としてやります。みたいなもんですよ。いや、それは無理じゃない。まずある程度それができるようにならないと、お金もらえるぐらいのレベルじゃないと、そもそも仕事ができないと思うので。うん、だからまあその辺のことを理解してやるんだったら別にいいかなと思います。まあライター足ブログみたいな副業の仕方は僕は割とおすすめなんで。 今更の質問ですが、クオリティの高い記事は Google のアルゴは理解できるんですよね。<laughs> めちゃくちゃ、あの、深い質問だなと思いますけど、クオリティの高い記事を理解しようとして Google はアップデートを繰り返してるし、アルゴリズムを作ってるんですよ。だから、クオリティの高い記事を Google のアルゴは理解できるんですよねって質問は多分ノーです。半分、まあ、半分 YES、半分ノーって感じ。 なんていうか、本当にそれができるようになってるんだったら、今の EAT みたいな話になってないので、結局信頼性の高いところを上位表示するっていうのは何なのかっていうと、そこまで記事の内容だけで優劣をつけることができないから信頼性の高いところを上位表示しようとするんですよね。これあくまで僕の考えですよ。だって本当に記事の内容、クオリティとかを数値化できて、それが なんか順位付けできるんだったら別に EAT なんて考えなくていいわけじゃないですか。例えば個人ブログのめちゃめちゃクオリティの高いものと企業が書いためっちゃクオリティの低いものだったら別に個人ブログのめっちゃクオリティの高いものを上に出せばいいんですけど今のアルゴリズムだと企業の方が上に来るっていうケースが多いわけですよ。これ結局 EAT を重視してるからなんですけどなんでこうするのかって言えば個人、匿名個人の誰かわからない人が書いたようなものよりも企業が書いたものの方がクオリティ高い可能性が高いじゃないですか。だって匿名の個人の人は逃げれるんで何書いたって。 逃げようと思ったら別にいくらでも逃げれるけど、企業の場合は名前出してやってるし、変なことを書くとリスクもあると。まあ当然ね、お金もかけてやってるケースが多いので、企業の方を上に出す方が、まあ安排というか、まあ危険が少ないっていう感じだと思いますけど、だからそれって裏を返してしまえば、その記事単体でそこまで正確な評価ができないからそうなってるわけなんで、だからクオリティの高い記事を Google のアルゴは評価、理解できるかって言われたら、それはできないと思う。 だからって言って、じゃあこっちがクオリ,クオリティ、の高い記事を書いてもしょうがないんじゃないかっていうのはまた別の話。なんでならそれが理解できるように Google はアップデートとかアルゴリズムの修正を繰り返しているから。だから結局その方向に向かっていかなきゃいくなくて。まあそのじゃあクオリティとかを度外視して今のアルゴリズムにマッチしたようなものを作る。まあこれも別に戦略としてはありだと思います。まあ一時期のね、その意味のない長文 SEO みたいな。とにかく長文書けば SEO で強い時代っていうのが8年ぐらい前ですか ?2014 年ぐらいにあったので、 まあそういうのをやっていたところって、じゃあ今それで上がってるかってもちろん上がってないわけですよ。当然それはアップデートっていうのがあって、そういうものは低品質なものとして落とされるようになってるから。ってことは、その今のアルゴリズムに合わせたところで、それは落ちてしまう。じゃあどうしたらいいのっていうと、結局 Google も目指してるものをこっちも目指して、それを作っていくっていうのが一番いい。だって Google はそこを上位表示できるように日夜頑張ってるわけなんで。だから Google が、 そのクオリティの高いものを理解できるかどうかって別に SEO にしてみたら割とどうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。でも Google がそこを目指してアルゴリズムをアップデートしていく以上はもうこっちもそれに合わせていかないといけない。そうじゃないと例えば次のアップデートでアルゴリズムが変わった時に自分のやり方っていうのが落とされてしまうかもしれない。まあもちろん Google の目指しているものをこっちを目指したらそれでアップデート落ちないかって言われたらそれはまた別の話ですけど。どっちのが残る確率が高いのっていう話ですね。 ブログの非リンク企画は、リンク元と自分のブログのジャンル内容が異なっていたら、リンク元のドメインパワーがいくら高くても SEO に逆効果の可能性はありますよね。いや、基本的にはないと思います。なんでこれが逆効果になると思うんですかね。非リンク企画がまあどうとかっていうのはまあまあ置いといてですね。まあそれがブラック発展費用じゃないかとかまあそういうのはひとまず置いておいて、 そのリンク元と自分のブログのジャンルとか内容が異なっていたらドメインパワーが高くても SEO に逆効果っていうのは基本的にはないです。なんでかって言ったらリンクを貼るのはもう自由だから。全員の自由。で、みんながみんなそんな SEO とか非リンクなんて言葉知らない。ってかほとんどの人は知らないわけじゃないですか。 でもブログとか、まあまあ、その SEO とか非リンクとか知らない人だってブログだっていっぱいやってる人がいて、じゃあそういう人が全然関係ないブログに貼るリンクが全部マイナスになるかって言ったら当然そんなことはないわけです。だってそんなのいちいちマイナスにしていたら SEO めっちゃくちゃになっちゃいますよ。その辺の主婦がやっているブログで、例えば今日はこのパン屋さんに行ってきましたっていうのでリンク貼ったら、その人のブログとパン屋さんは全く関係性ないわけじゃないですか。ジャンルも内容も全く違いますよね。それをいちいち落とすみたいなことしてたら、キリがないじゃないですか。 だってその主婦の人がわざわざこの自分がリンクを貼ることによって向こうに SEO 的な効果があるけど向こうのジャンルと自分のブログが全く違うからこれはマイナスになるからやめとこうなんて思う人はいないわけでだから自然に貼るリンクって別にそのジャンルが全然一致してないようなものだっていっぱいあるのでだからそれが基本的にマイナスになるなんてことはないですそれがそんなにマイナスになるんだったらあの自分が蹴散らしたいサイトに適当にリンクを送りまくったら全部落ちちゃいますよ それこそ、ね、マイベスト強いですけど、例えばマイベストが気に入らないんだったら、もう何でもいいから、適当なジャンルでブログ作りまくって、そこからリンクを送りまくったらマイベストの SEO が落ちるか。いや、落ちないですよ。まあ、だから、まあ、やり方にもよるんですけど、その GN リンクとか、まあ、いろいろね、ペナルティーとかあったりするんで、そこに引っかかればそれはマイナスになる可能性ありますけど、でもジャンルが違ったら SEO で落ちるみたいなのは基本的には全くないと思います。そんなことをするメリットがないから。まあ、これもよく言うんですけど、結局、そこで、 逆効果の可能性があるっていうのは結局逆効果になるようなアルゴリズムを組むわけじゃないですか。そこには当然人件費もかかるわけで、そんなね、Google のアルゴリズム一郎うと思ったら何万円とかで済まない。何百万とか何千万とかお金をかけるんですけど、じゃあ何のためにわざわざそんな何千万円っていうお金をかけてアルゴリズム作るのっていう話です。例えば自作自演のリンクね、いわゆる自演リンクを取り締まるっていうのは Google にとってはすごいメリットがあるわけです。自演リンクで上位表示されてしまうと、 結局、低品質なものでも上位表示されてしまって、検索結果が役に立たなくなってユーザーが減ってしまうから、それは Google にとってはめちゃくちゃ困るから、そこに対しては、まあ人とお金を使って、その作っていくと、アルゴリズムでも今の話で、じゃあ、ジャンルとか内容が異なっているものからリンクを貼るっていうもので、何か Google が困るかって言ったら別に困ることないと思うんですよ。さっきも言ったんですけど、リンクってそもそもそういうものなので。みんな、自然と、なんか紹介したいものとかに貼るわけで、そこのジャンルの一致なんて何も考えないので。 だから別にマイナスになるようなことがないのに、そこに対してわざわざお金をかけて、その開発なんて絶対しないので。だからそれがマイナスになるとかっていうのを、なんかこうぼんやりイメージとして、なんとなく考えるんじゃなくて、もう一歩踏み込めるといいですよね。なんでそれがマイナスになるんだろうって。Google はそれによって何か被害を受けるのかとか、誰か困る人がいるのかっていうのは、そうじゃないと一生 SEO とかそういうものがもうわからないままで終わってしまう。全部のことを誰かに聞かないと判断できなくなっちゃうので。 まあもちろんね、僕は前から言ってますけど別に SEO の専門家でも何でもないんで SEO 別に詳しくない。まあそれはね、ここ半年一年で始めた人とか、普通の人に比べたら SEO 詳しいかもしれないですけど、僕は別に SEO の専門家でもないので、そんなにね、SEO の詳しい情報とか、まあテクニカル SEO みたいなことって全然知らないんですけど、まあそれでもやっぱり、まあいろんな今までの経験とか、今みたいな、まあ Google が一体何で困るのかとか、まあそういうことを考えながら、 今の SEO って何、どんな,のなんだろうなとかどうすればいいんだろうなっていうのを考えてやってたりするんで。まあぜひね、そういうのを考えながらできるように、ちょっと意識をしてみてください。雑器 <noise> ブログを行っていて、全部の記事を消して特化ブログをやろうと思う場合、ドメイン維持して記事を全部消した方がいいと思いますかそれとも新規ドメイン取得した方がいいと思いますかあの、状況によります。記事数が全然ないんだったら、まあ今の、 ドメイン捨てて新しいドメイン取ってもいいだろうなと思うし、ある程度運用歴があるんだったらまあ今のドメイン使ってもいいのかなとも思います。ただ、ぶっちゃけどっちも大差ないです。ほとんど。なんでかって言ったら、その結局ダッチブログやっててうまくいかないから特価ブログにしようと思うわけじゃないですか。ダッチブログやっててそこで SEO 上がってたり収益上がってたらそんなこと思わないんで。じゃあその SEO で評価されてないものを使ったところでそんなにプラスになるとは思えないので、だから別にどっちでもいいです。んまあ全くプラスにならないわけじゃないので今のダッチブログのドメイン使ってもいいし、 でも新しく作ろうと思ってるのがドメインと明らかに乖離して違和感出るんだったら別に新しくドメイン取ってもいい。なんで結果的にははい、どっちでもいいかなって感じです。例えるんだったら晩ご飯にカレー食べた方がいいですかラーメン食べた方がいいですかみたいな質問と同じかなと思います。別に好きな方で全然いいんじゃないでしょうか。別にどちらでも長い目で見たら大差ない。 ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する API を <noise> ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。中地さんの対談動画を見ていると、集客記事から収益記事という設定において、見込み客を連れてきていないという話になることが 多くある印象です。この解決にはボリュームやサジェストを活用して集客記事を書く上でのキーワードを工夫するという方向でよかったでしょう集客記事から収益記事という設計において見込み客を連れてきていないという話になることが多くある印象ですっていうのがあんまりよくわかんないですね。ちょっとピンとこない。まあ、ただ、一個言えることは結局制約しないことの 多くの原因ね、ほとんどの場合は、その質の高い見込み客を連れてくることができてないから制約してないパターンが多いので、それはそういうキーワードをちゃんと狙って、記事書いて、まあ集客していかなきゃダメだよね、とは思います。はい。まあだから最近よく言うんですけど、その道行く主婦にね、声かけて、えっと、食材宅配申し込ませるって基本的には無理なので、だから食材宅配を申し込ませたいんだったら、食材宅配に興味ある人を連れてこなきゃいけないので、まあそれはキーワード次第なんで、まあそういうのを考えてやるっていう感じですね。